お元気ですか？ボクシミです。今回は2024プロ野球チップス第2弾の開封動画第8回目をね、やらせていただきます。今回はね、苦労してですね、もう探して探して、やっとの思いでね、5袋手に入りましたのでね、早速開封していきたいと思います。では、8回目の1袋目でございます。で、ヤクルト、ごめんなさい、日米通算2006安打を放ち、歴代単独5位になったヤクルトの青木選手のカードでございます。引退されました。お疲れ様でした。で、横浜の牧秀悟内野手の久しぶりでございます。白サインカードが出ました。ね、これでね、1回目を含めて、2枚目でございます。2袋目でございます。で、横浜の、関根、大輝外野手でございます。読売ジャイアンツの佐々木俊介外野手でございます。3袋目でございます。中日ドラゴンズの大野雄大投手でございます。で、ソフトバンクホークスの山川穂高内野手でございます。4袋目でございます。で、東京ヤクルトスワローズの西川遥輝外野手でございます。かつてね、日本ハムにも在籍しておりました。横浜 DeNA ベイターズの宮崎敏郎内野手でございます。で、最後の5袋目でございます。で、楽天イーグルスの辰巳良介外野手でございます。で、最後はね、広島東洋カープの大瀬良大地投手でございます。はい、以上で2024プロ野球チップス第2弾の開封動画第8回目終わりたいと思います。久しぶりのね、横浜の牧選手の、白サインカードが出ました。で、第9回目できたら、今度はラッキーカードをね、引きたいなと思っておりますので、できたらよろしくお願いいたします。またですね、明日かな？明後日かわかりませんが、あと2箱ね、購入してるものがございますのでね、届き次第開封動画としてあげたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。